9月21日水曜日お昼頃です。以前ここの水槽で金魚たちを飼っていたんですけど、600、300のジョブロカ水槽が空いたので金魚たちを移動させました。以前の水槽では、弱酸性の露材を使ってたんですけど、ここの水槽は弱アルカリの露材が入っています。以前調子悪かった金魚たちがジョブロカとの相性を、弱アルカリの水質の相性が良かったのか、だいぶ快適に泳いでいるように見えます。やっぱり酸素の供給が多いのと弱アルカリの水質が金魚たちには合っているのかなと思います。ここにね、泳いでたトレットケファルスやボルレイは上の水槽に引っ越したんですけど、見ての通りオスカーがすごく調子悪くて1週間ぐらい前からご飯食べてないんですね。オスカーがいてるから、今までは小さいお魚、新しいお魚入れられなかったんですけど、これからは直接上の水槽に入れれるので、600、200のエーハイムエコの水槽が、空きました。なのでここで海水の水槽5本目を立ち上げていこうかなと思っています。まあ露材がね1リッターしか入らないエーハイムエコなので、まあそんなに数は買えないんですけど、まあ引っ越し作業を控えているので、まあ、南洋ハギとかブルーフェイスをこの水槽でまず隔離して900、450の水槽に魚を入れるみたいなことができるんじゃないかなと思ってこの水槽を立ち上げようと思いました。こちらのねキヘリ巾着台チリメンヤッコ、あとは6000ミヤコテングなどの引っ越し作業を考えているので、まあ、もし追いかける魚がいたら隔離できるような水槽が1本あるといいかなと思い立ち上げようと考えました。直接塩を入れていきます。まあ、だいたい濃さでいうとね 0.025 の塩分濃度のサラ水をここの水槽で直接作っていきます。もともとここ露材まだ入ってないので、まあまずはここでサラ水を作って、まあ、どこの飼育水と交換するかってとこですね。まあ来週ねエーハイム2275のメンテナンス時期なので、そこの飼育水20リッターずつをもらうのか、再来週40リッター900、450の水槽からもらうのかを少し今考えているところです。14時ごろキヘリ巾着台とちょっとチリメンヤッコがやっぱりなんか相性悪そうだなって今日一日見ててじーっと眺めてたんですけど、キヘリ巾着台がライブロックに体をこする行為が今日何回か見られました。なので、まあとサラサゴンベムかな、ちょっとこする動作見えたんでじーっと観察してると、まあもう若干ね何個かキヘリ巾着台に小さい白点がついてるんじゃないかなと思って今撮影しています。もう画面越しではねすごく分かりづらくて、なので銅イオンを入れるか入れないかってほんまに難しい判断ですね。何個かというかな、なんかやっぱり出そうな感じというかついてる気がしますね。まあちょっとここの飼育水をもらうのはちょっと先送りしないと
白点が増える可能、この水槽で増えていく可能性があるので、ちょっと延期します。